ケビン・ファイディはアメリカ合衆国の映画プロデューサー。マーベルエンターテインメントのチーフクリエイティブオフィサー、マーベルスタジオの社長を務める。世界で最も大きな工業的成功を収めている映画シリーズマーベル・シネマティック・ユニバースの全作品でプロデューサーを務めている。そのうちの一つであるブラック・パンサーはスーパーヒーロー映画として初めてアカデミー作品賞にノミネートされた。 さらに、アベンジャーズ、エンドゲームは、世界歴代1位の興行収入を記録している。ニュージャージー州、ウェストフィールドで育つ。南カリフォルニア大学時代に、ローレンシュラードナーのインターンとなり、卒業後には、彼女のアシスタントとなった。マーベルユニバースに関する百科事典並みの知識を買われ、ローレンシュラーの制作映画、X メンで、アソシエードプロデューサーに抜擢された。 それ以降、多くのマーベル原作の映画に参加する。2007年にマーベルスタジオの社長に就任する。2019年にマーベルエンターテインメントのチーフクリエイティブオフィサーに就任する。2014年、ありがとうございます。